中海浜は中華人民共和国出身のプロサッカー選手。中国、長久、三島路の所属。ポジションはミッドフィルダー。久々の中国人、スター選手であり、10代から代表の主軸として、活躍、未来の中国サッカーを背負って立つと期待されていた。中盤ならどこでもこなす器用者とともに、戦術眼、スタミナがある。ミドルシュートも得意としており、 得点力も持ち合わせている。1999年10月に3等炉能の下部組織に入団。2000年には当時の監督であった高広氏派に認められ U-16 代表に招集され、この年から年代別代表の常連となっていった。2003年には18歳でプロ契約を勝ち取り、7月31日に行われた。 新洋金特との試合でプロ初ゴールを挙げる。そしてこの年9月のチリ代表との親善試合で A 代表デビュー。年末に行われた東アジアサッカー選手権の日本代表との試合では18歳にして A 代表の背番号10をつけた。AFC アジアカップ2004にも出場。2006年に行われたトゥーロン国際大会に中国代表として出場し、 アルゼンチンと対戦し1対0で勝利。その試合でのパフォーマンスを元日本代表監督のフィリップ・トルシエは今日見た中で一番の選手だ。彼のフィジカルは素晴らしくピッチ全体を支配していたと評価している。2009年2月フリートランスファーでオランダ屈指の名門 PSV アイントホーフェンに移籍。0球10シーズンは4度ベンチ入りしたが、翌年10、 11シーズンは、フレッドルッテン監督が就任後ベンチ入りも難しくなり、同年末に退団。在籍10ヶ月で公式戦出場の機会はなく、結果的にこの遺跡で代表からも遠ざかりキャリアは下降してしまった。2010年、三刀魚のに復帰。2013年後半に、天津安子たちにレンタル遺跡し、翌年完全遺跡も、2017年再度、 三島路脳に復帰している。2020年に現役引退。ありがとうございます。